ヒューネックス。ドラマティッククリエイ。エフェメラル。ファンタジーオンダーク。ねえ、一緒に遊ぼうよ。お前の触るな。お前のそれは お前の血はすこぶるまずい。何なんだこのまずさは。お前本当は死んでるのか。新鮮さが全くない。まるで血そのものが腐っているようだ。壊滅的にまずい。これなら動物の血でもすすってた方がマシだ。お前の取り柄は見目だけか。その血は最悪。俺の女にする必要はないな。血のまずい女など、そばに置く価値もないと言ったんだ。もう学内は案内した。俺の役目はここまでだ。今後一切俺に関わるな。いいな。だからその話は撤回してやる。お前はいらない。学園生活を送る上でのサポートが必要なら他のやつに頼め。じゃあな。何をしてる、お前。そんなところに座り込んで、なぜそれほどに血が出ている。俺が？俺は血をすするための必要最低限の傷しかつけていない。おい、ゾンビというのはもしかして。貧血か。細胞組織の縫合がうまくいかずに
小さな傷がさらにほころんでいくのか。ちっ、厄介な体を。なんだ。バカな。なぜ俺がお前を助けなくてはならない。助けが欲しいなら床に這いつくばって俺以外の救援を探しに行くんだな。下級生物であるお前にはそれがお似合いだ。この俺が手を煩わせる必要などない。面倒な女だ。これは一つ貸しにしておいてやる。必ず返す。いいな。おや、誰かと思えばノックくらいはしてほしいな。あいにく手が塞がっていた。悪いけどベッドは貸せないよ。楽しみたかったのなら他を当たってくれ。悪い冗談を。今日はそういう用事ではない。急患だ。血が止まらないから見てほしい。ふん、その子初めて見る顔だね。それじゃあレイ君、その子をベッドに寝かせてあげてくれる？うん。さて、はじめましてお嬢さん。私は保健医のロビン。
血が止まらないとのことだけど、これは一体どういうことなのかな。君はもしかしてゾンビ？レイ君、君まさか入学初日の彼女を早速襲ったの？だから悪い冗談はやめてくれと言っている。襲ってなどいない。そいつが勝手に血を出してるんだ。いくらゾンビの体が脆いと言われるとはいえ、勝手に血を吹き出すことはないと思うんだけどね。ま、大体の事情は察したよ。君は面食いだからね。俗な言い方だな。君も難儀だったね。彼女は、そう、今後も保健室でお世話することになりそうだから覚えておくよ。しかし君がそばにいたなら彼女をここへ連れてくる必要もなかったんじゃないのかい？君の能力を使えば出血を止めるくらいのことはできるだろうに。そいつに触れたくない。へえ、珍しいことを言うね。綺麗なものをこよなく愛する君がこんなに美しい女性を前にして。見目だけが美しければいいという問題じゃない。俺はこれで失礼する。あらら、ご機嫌斜めだね。ん？無理して喋ることないよ。それとも何か気になった？どうかしたかい？ああ、そのこと。吸血鬼の唾液には治癒能力があるんだよ。血をすすった相手の傷をそれで治すわけだ。だから彼が君の傷口を舐めさえすればもっと君も楽だったろうにと思ってね。ま、過ぎたことはいいんだけど。さて、それじゃ傷口を見ようか。もうだいぶ血も止まっているね。これなら心配いらないよ。それにしてもまったく、相手の特性も知らずに血を吸うとは、彼もまだまだ若いね。少し眠るといい。おやすみ。